シャーロック・ホームズ悪魔の娘、2016年フロックウェアズ、どうもアラヤンです。さあ前回の続きやっていくぜ。尾行してきた男がここの建物の中に入っていったところだったよね。この建物の中には入れないみたいだから、この男の子に話せってことかな。怪しい仕事を紹介している男っぽい人がこの建物の中に入っていったところだったから、建物の中に入る方法を探すのかね。まずはこの子か。 Hey Jim, can you let me in? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. 靴磨きの道具を貸してくれないか。この家の前で靴磨きをして男が出てくるのを待つってことかな。靴磨けと。あ、何すんの。あ、これ。え、何何どうするどうすんの。あ、ごめんなさいごめんなさい、早くしろって言われてんだけど、こういうことかな。こうして、あー、なるほど、こうして、こうして布で磨いて、これこれブラシかな、こういうこと、こうやってこする、綺麗になってる。これどこで置く、どこで置くんだよ。これじゃないのか。次これ、これとかも使えってこと。あ、怒られちゃった、怒られちゃったよ、ごめんね。どうすんのさ、見失っちゃったよ、追いかけろってことね。危ない危ない見つかりそうだった。なるほどな、あそこで靴磨きを成功してたらこの見つかるバーがここまで大きくならなかったってことか。もっと近づきたいって言ってるけどワンコがいるから行けなさそうだよね。あー、そこに路地あるわ、こっちから行けってことか。こっちから抜けていけるのか。あ、向こう側に抜けられそう、こっちだろう。やばい、馬車に乗ってんぞ。I can't lose him now. 全力疾走、何？行った行った。ナイスジャンプ。追跡トロフィーゲット。よくそんなところに乗ってて見つからなかったな。この家の中に入っていったよね。門は開かない。どこか家の中に入れそうな場所を見つけろってことか。ここか。身軽だな。今度はまた家の中に入る方法を見つけないとダメだよね。オッケー、ここのドアは開いた。誰もいないのか、見つからないかな。大丈夫そうですね。ここの窓が調べられそうだが、中は見れるけど入れるわけじゃなさそう。他の窓も調べていけってことかな。さすがに正面のドアから入っちゃったらまずそうだもんね。It's too dangerous to enter. だよな。しっかり中を見ろってことか。I can't see what's inside. ここはカーテンが閉まってる。こっちの門は開くのかな。開いたぞ。あー、そこの窓も調べられそうですね。I can't see what's inside. カーテンが閉まってない窓を探さないとダメか。ここか、ここだな。誰かいるが中の様子は聞こえるんだろうか。 Do only two people live here? I wish one was me. ここに住んでるのはこの二人だけ。
俺がここの一人だったらなって言ってるけども。Do only two people live here? I wish one was me. これも調べられますね。ポテイトーズって書いてるから、これは食べ物。 Bags of food. I like this house. たくさんの食料品。これで終わりか。中入れたりするかな。今あっちの部屋にいてるっぽいですからね。 It's too dangerous to enter. 入れないか。裏口から入っていったりできますでしょうかね。もう一個調べられる窓はありましたよね。あそこにはここかな。ここもじゃあなんか、あ、調べられそうですね。机の上を調べろってことか。 Wow, a lot of expensive stuff. 高そうなものばかり。お金持ちの家ってことなのかな。おっと、ここかな。この盾みたいな紋章、役に立つかもしれないから絵を描いておこうって言ってますね。 OK、 ホームズに報告するために、見つかる前に家から出ようって話だった。さっきの壁から出た方がいいんでしょうね。見つかるなよ。大丈夫かな。こっからですよね。通行人めっちゃいるんだが大丈夫か。 Wiggins' tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? この紋章が何なのかってことだよな。ウィギンズが持ってきたものを調べよう。あの男の子はかなりいい仕事をしてくれたみたい。 Wiggins did a good job.今のアイテムはどっから見るんだろう。これかな。ウィギンズが書き写した紋章の絵。縦のマークに何だろう。上側に猫が2つ、それから左右に羽、十字架が3つ書いてあって、下に鳥の絵が書いてありますね。これは確認したけど。 Holmes, we need to help poor Tom.僕らであのかわいそうなトムを助けてあげないと。それは同感だ。他に何か調べられそうなものは。あ、調べる紋章。本棚で紋章を確認するみたいだ。百科事典なんだろうな。なんだろう、これは何の紋章でしょうね。芸術と建築。これじゃない。当てはまるものを選ぶしかないか。経済学でもなさそうですよね。なんとなく歴史っぽいんだけどな。歴史調べてみますか。歴史も違うのか。違いそうですね。科学技術全部違ったんだが。どうしろと。あ、こっちの本棚も調べられんのか。あ、別のものっぽいですね。年代別。ここも違いそうだな。他の書類も調べていけってことかね。ここは、あ、なんかそれっぽいのある。記号と象徴とか、記章と勲章とかありますね。記号と象徴を調べてみよう。これっぽくないか。英国の紋章、これだ。マーシュ家の紋章。現在の一族の代表者はエドワード・マーシュ卿。特殊家として知られ、ホワイトチャペル地区の貧民層に食料の供給や衣類などを提供している。慈善活動家ってことかな。マーシュ卿はかの有名な特別教育課程の創設者でもあり、貧しい人々に教育を受ける機会を与えている。マーシュ卿はロンドンのメインズバリーロード3番地に屋敷を構えている。Here it is. これでマーシュ卿の居場所が分かったってことか。A lord who hangs around in a public house. パブに入り浸る貴族とは。Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. 慈善活動に興味があるふりをしてマーシュ卿に接触するってことね。Mr. Holmes?誰このおばあさん。Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This お客さんが来たみたいですね。He refuses to wait for anything. What?
誰が来た？ Caitlin. Miss Caitlin's boarding school was flooded. 娘か。Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a savage? 娘も事件好きみたいですね。However did you guess? You will tell me, won't you, father? 教えてくれるわよね、お父様。事件のことってことだよね。さあどうだろうな、何を答えましょう。教えてくれるでしょ、多分ねで言っときますか。 We'll see. If you behave. いい子にしてたらね。 All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? いい感じの返事をしたっぽい。It's wonderful to have Kate home. ケイトが帰ってくるなんて嬉しいね。一緒には住んでないみたいだな。さあ次はマーシュ教の家に調べに行こうってことだよね。Map of London and its surroundings. マーシュ教の家はもういきなり行けるようになってますね。マーシュの家、じゃあ行きましょう。調べに行こうぜ。ワトソン君渋いな。かっこいいぞ。ホームズも渋いよね。ケースブックを見て事件のことを整理してるみたいだ。到着。ホームズ、about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know. Watson, is that clear? Holmes. It won't and can't happen. ケイトの本当の父親はホームズじゃないみたいだぞ。複雑そうですね。というかワトソン君、なんで今その話したんだろう。今からマーカス教のところに行くんだが気が散るじゃないか。 Let's get inside. 中に入ろう、急に言い出した。どうもこんにちは。 Come in, please. 結構オープンですね。入りましょう。こんにちは。左の部屋かな。Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. 人物像を確認ってところか。トムにやったのと同じ感じですよね。まずはこれか。目。赤い目。これは体調不良か寝不足。足に何か膝掛けみたいなのをしてたから体調不良でしょう。それから次はこれかな。指輪、金の指輪。資産家であることが分かった。お金持ちそうだもんな。さあそれから毛布は、多分これは病気なんでしょう。それから他にはこれはなんだ。ペインキラー、薬、強力な鎮痛剤。やっぱり病気っぽいですね。それからここにも何かある。手帳、マーシュ教の個人秘書、料理のレシピ。レシピじゃないだろう。個人秘書でしょうね。それから他にはこの人か。胸元に何か紋章のようなものが入ってますね。刺繍された飾り、狩猟クラブの一員。まだ他にも一つありそう。これか、聴診器か。これは医者ってことだよね、内科医。これで情報は全部揃ったっぽい。主治医ってことなんでしょうね、この彼がな。人物像完成。ルーベン・フィッシャーは25歳の若い青年だが、自信に満ちた内科医である。礼儀正しく高学歴、また狩猟会のメンバーでもある。彼の服装から経済的に裕福であることがわかる。ルーベン・フィッシャーは内科医というだけではなく、マーシュ教の個人秘書でもある。兼業なんですね。マーシュ教は裕福な男で社会的地位も高い。
彼が着ている高級な服と高価な金の指輪がそれを示している。貧困層救済のために人生を捧げている。彼は病気だ。家の中は暖かいにもかかわらず毛布をかぶっている。病気の貴族とその主治医って感じかな。お邪魔でしたか。I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight on our streets and now too from my home.You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. 本当に慈善活動に熱を入れてるみたいだな。完全な善人ってことなんでしょう。この人に何があるんだろうね。見覚えがあります。ホームズは有名人みたいですね。ホームズが来てくれて嬉しいみたいなこと言ってましたから。見覚えがありますってのは何だろう。 It's curious. Your face seems familiar. 医者の顔に見覚えがあるってことか。 Oddly, I'm associating it with Whitechapel?Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? 特殊な仕事のことをオープンに話し始めたぞ。Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind.And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic.マーシュ卿はあまりホームズには知られたくなさそうな感じだな。彼の病気は何なんでしょう。 Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already.ただの流感ってのは何だろう。数日経てば良くなるって言ってはいるが、鎮痛剤が横の机に置いてましたもんね。これを証拠として突きつけてみましょうか。流感ってのはインフルエンザのことでしょ。感染症ってことだから鎮痛剤とは無縁っぽいんだよな。 In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean?Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. プライバシーに関わることって言われましたが、何かありそうだな。フィッシャー医師はロンドンの貧民層に仕事を提供するために変装していると語った。マーシュ卿の卓上には開封済みの強力な鎮痛剤があった。これが2つ証拠として揃ったわけだよね。これで二人との会話は終了かな。 Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. 援助を申し出てくれた人はあなたが初めてだってことだな。みんな慈善活動なんかに興味ないだろうからね。これなんだろう。ロンドン病院、ホワイトチャペルロード。 Lord Marsh even helps hospitals.病院にも物資を送ってるってことかい。これはどこだ。 A provision dealing with the paupers of Whitechapel. 貧困層への供給品。ここには何かありますね。写真。 Lord Marsh hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord.
マーシュ教の狩りの話なんですね。狩り仲間ってところかな。この書類はなんだ。これは関係ない。新聞。 Last year, three orphans were put through medical college. 3人の孤児が医科大学を卒業。 Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life.これがマーシュ教の特別教育課程の成果ってことなんでしょうかね。お、紙束っていうのが見えてるぞ。封をされた書類。こいつを調べろってことか。R1 のホームズアイで出てきましたね。こいつは何だろう。マーシュ教。下記の通り10月の特別教育課程に選ばれた参加者名簿をお送りします。素晴らしいイベントになりそうですよ。とても楽しみにしています。パトリック・タナー、トーマス・ケリー、ジョン・ストロー・ブリッジ、ウィリアム・サッチャー、レジナルド・ステープル。I've never heard of this man. 聞いたことない名前。I've never heard of this man. これも聞いたことない名前。ジョン・ストロー・ブリッジ。ジョン・ストロー・ブリッジ。I've seen this name before. It was on a missing persons poster. 行方不明の張り紙の男か。どこかで聞いたことあるはずだ。Can't quite work it out. Do you have any ideas to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible.It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. 何かうさんくさい感じですよね。マーシュ教を訪問する。完了しました。何か裏がありそう。三角ボタンの表示が右上に出てたが、これはなんだ?なんだこれは。関連した手がかりを組み合わせ、それをもとに推論を組み立てる。価格表示される場合はどうのこうのってありましたね。なんだろう。まだ情報的には足りてない。今のところ何かわからん感じじゃないのか。こういう風に推理を進めていくってことなんでしょうね。まだ何も推理をしていません。今のところはまあいいでしょう。行方不明の張り紙のジョン・ストロー・ブリッジ。彼の名前が特別教育課程に入ってたあたりはかなりうさんくさいですよね。何なんだろうな。マーシュ教は仮想階級のための特別教育課程を設立。ジョージ・ハーストが息子のトムに何かを話しているかもしれない。トムからこの話を聞こうってことかな。一旦じゃあここのマーシュ教の家ではストーリー終了かね。ここら辺も物資で埋まってるよね。Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. ランベス救貧院への支援。Humanitarian aid for an orphanage. 孤児のための人道的援助。It's extremely honorable to devote one's whole life to assisting the poor. Locked. 向こうにも扉が見えますが、入っていって大丈夫かな。Locked. 入れない。裏口は ？It's shut tight. すべて閉まってるな。出ていくしかなさそうだ。じゃあ次に向かうのはジョージ・ハーストの息子トムから特別教育課程の話が聞けないか聞きに行くってことだから、ハーストの家に移動か。やってきたトムの家。トムは何か知ってるかな。Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program.An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. トムのお父さんが隠してた箱ってのは何なんでしょうね。ああ、なんか怪しげだぞ。怪しい瓶と鍵が入ってる。なんだこれは。鍵ゲット。何の鍵これ。
トムの家で見つけた鍵、何かわからん感じですよね。それからこの瓶は、この油は武器にも使える、ただの油か。こいつは何ですか。ウルフジャック、 looks like a military badge。 ウルフジャック、軍隊の記章。軍の記章がどうしてトムのお父さん持ってるんでしょう。この棒は、a ramrod to clean a rifle。 銃の掃除に使い込むや。 Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. A ramrod. 銃の掃除に使う米やか。銃の掃除をやってたってことなんだな。特別教育課程ってのがますます怪しいんだが、この銃がどっかにないのかって話だよね。ここは何か反応しているが、雨漏りした水がいっぱい溜まってますね。ホームズアイで見てみよう。何か怪しいものはありますか。特にこれといって、お、なんだ、何かあった、ドロドロした液体、これだな。どうやって調べろと、こうか。これを調べろってことね。なんだこれは、ただの布っぽいが、あー、何か染みてますね。銃の油を刺すのに使った布。Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. トビーってのはワンコかな。油の匂いを嗅ぎ分けて銃を見つけてくれるって言ってましたから、一旦これでこのトムんちの探索は終了でしょう。家戻るか。トビーのところに行かないといけないから自分の事務所に戻りましょう。それからこのウルフジャックの記章も調べとかないといけないよね。書庫で検索するってなってますから、こいつも先に調べましょうか。さあ、軍関係の資料はどこにあるだろう。これかな、記章、記章と勲章、これだ、ウルフジャック。ああ、飛ばしちゃった。ちょっと見てみましょうか。ウルフジャックの気性は半分狼半分のウサギのこと。ロバット偵察隊が彼ら自身の愛称として使われていた。ロバット偵察隊は英陸軍で初めての公式の射撃団になった。やっぱり銃を使う軍みたいですね。そことトムのお父さんがどう関係あるんだって話だが、さあ、ということでうさんくさいマーシュ教の話は聞いてきましたが、トムのお父さんジョージ・ハーストが銃を掃除する、そんな仕事をしてたっぽかったですよね。次回はこのトビーにさっきの布の匂いを嗅がせて銃の場所を見つけに行ってみましょう。いやー、結構こうやって証拠を集めてトムのお父さんがどこに行ったのかを調べる、こういう推理系めちゃくちゃ楽しいですね。次回はこのトビーの匂い追跡からやっていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。